皆さんは後藤象二郎をご存知ですか？かの有名な野獣先輩の先祖です。後藤象二郎は土佐藩出身の武士で、幕末に大政奉還を成功させ明治政府で要職に就きましたが、政官論争で敗れて板垣西郷と共に政府を去りました。その後、愛国公党の結成や民選議員設立憲白書の署名などの言論活動、高島炭鉱の経営を行いました。黒田、山形、松方、伊藤内閣では逓信大臣、農商務大臣を務めました。後藤象二郎についてよく分かったという人はチャンネル登録、高評価お願いします。